長光寺は、群馬県前橋市茂木町にある、曹洞宗の寺院である。愛知県豊川町の妙源寺の末寺にあたる。また、長光寺も大御町、堀越の永隆寺や伊勢崎市の天蔵寺などの末寺を持つ。なお、大御藩主牧野氏が、越後長岡藩に転封された際に、当時の僧の天室、恵鏡が同行して、長岡城下に、広竹山長光寺を建てている。稲垣長重が、伊勢崎藩在封期の喜び長年中に、妙源寺旧姓である天室、伊高氏を開山に迎えて、稲垣や菩提寺として開基したと伝承される。境内には、牧野氏老臣であった、稲垣長重の父親の重宗の墓や同じく、牧野氏老臣で後に、徳川家直参となった、山本茂之夫妻の墓がある。また、同時墓地には、大川知右衛門夫妻の墓、同じく、前橋藩堺市家臣の村上茂清一族の墓、その他にも、同藩大御在勤の武士であった、成瀬、依田、真塩、林野、赤堀、横山等、各氏の墳墓がある。このほか、川越藩士、赤羽三蔵宗忠が主命を帯びてこの地に至るが、隠ししたためにこの寺に葬られ、宗忠の遺言に漢字入った。当時の大御村の住民が寺の西南300メートルほどの地点に建碑している。湧州山長光寺編、著、平成新州長光寺史、湧州山長光寺、1991年。新定寛政十州諸家譜第6続群書、類従寛政会、1984年。平凡社、日本歴史地名体系、群馬県の地名。ありがとうございます。